そうです。今日は2024年5月17日金曜日です。高松の午後1時半過ぎの温度は24度で、予報はほぼ晴れです。現在午後3時半過ぎ、温度は25度で、予報は変わらず。外は晴れていますが、やや風があります。動画は前回の続きからで、仏性山頂からです。読み上げは特定失踪者問題調査会の2回目で最終です。ではいつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。特定失踪者問題調査会、出典フリー百科事典ウィキペディアより。特定失踪者と拉致被害者等の扱いの続きからです。また政府認定拉致被害者は日本国民であることが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律拉致被害者支援法の認定基準であるが、特定失踪者については民間団体が示した呼称であり、そのような条件もないため、消息不明となっている在日朝鮮人なども含まれている。さらに特定失踪者以外でも拉致被害の疑いが濃厚とされ、警察の捜査対象となっている失踪者も存在している。北朝鮮工作員に関わる何らかの犯罪行為に巻き込まれているものとして、警察当局が捜査し、北朝鮮工作員に関わる事件であると断定した事案の行方不明者で、かつ政府認定拉致被害者以外の行方不明者である田中稔、小泉健三については救う会が拉致被害者と指定しており、特定失踪者ではない。田中稔については家族がおらず、小泉健三は家族はいるものの、事件発生以前から当人と音信不通であった。両名については2002年10月、政府が非公式に北朝鮮に消息の照会を行った、いわゆる未認定拉致被害者であり、救う会が調査と真相解明及び救出活動を行い、政府による拉致認定を求めた。田中稔については、その後の警察の捜査を受けて、2005年に政府認定拉致被害者となったが、北朝鮮から入境していないとの回答があった。また、淀号ハイジャック事件実行犯岡本武史と北朝鮮で結婚したという日本人女性福留きみ子についても、八尾恵の証言などから拉致の疑いが濃厚とされ、救う会が拉致被害者と判断しているため、特定失踪者とは区別される。さらに寺越昌司、寺越外尾、寺越武史については、北朝鮮工作員に関わる何らかの犯罪行為に巻き込まれているものとして、警察当局が捜査し、北朝鮮工作員に関わる事件の被害者であると断定した事案であるが、3名の消息が判明しているため、特定失踪者とはなり得ず、未認定拉致被害者の状態である。ただ寺越武史については、本人が生存し拉致を否定したため、拉致被害者ではない扱いとせざるを得なくなっている。これらの人々については、救う会が調査と真相解明及び救出活動を行っており、政府による拉致認定を求めている。一方、2007年4月、警察庁は北朝鮮工作員高大輝、在日朝鮮人と結婚した日本人女性渡辺秀子とその子供2名が、1974年6月中旬に行方不明になった事案について、子供2名を北朝鮮による拉致被害者と断定したと発表し、二次拉致事件、同事件に関与した土大臣を容疑者として国際指名手配した。同月、外務省が北朝鮮に対し正式に抗議と調査、子供2人の返還と容疑者身柄引き渡しを要求した。したがって当事案は政府によって公式に認定された拉致事件であるが、その子供2人は朝鮮籍であり日本国民ではないことから、子供2名は政府認定拉致被害者とはなっていない。これ以前に渡辺秀子の親族が渡辺秀子と子供2名について特定失踪者問題調査会に公開調査を依頼しており、子供2名については千番台リストに記載、
渡辺秀子も特定失踪者となっている。渡辺秀子については当該事件に関する警察の事情聴取を受けた被疑者が遺体を日本国内に遺棄したことを供述し、殺害についても証言したが、遺体は見つからないままとなっており、生死は未確認である。このほか千番台リストに記載された人のうち、松本京子は政府が2002年10月、非公式に北朝鮮に消息の照会を行ったただ一人の特定失踪者であった。警察の捜査の結果、拉致の疑いが極めて強くなり、2006年に政府認定拉致被害者に指定されたが、こちらについても北朝鮮から入居していないとの回答があった。また千番台リストに記載されている人のうち、北朝鮮元工作員アンミョン人より消息に関わる証言が得られた女性2名については、救う会が拉致被害者に指定し、政府認定を求めている。さらに調査の結果及び本人が同会に名乗り出るなどして、日本国内において消息が確認できた人が2016年12月1日現在58名おり、うち生存している人が54名、すでに死亡していた人が4名、さらにその中で別の犯罪により殺害されていたことが判明した人が1名、霊番台リストに掲載。東京都小学校教諭。当該殺人事件自体は公訴時効が成立、事故死したものとみられる人が1名、霊番台リスト掲載。日本海で操業していた新潟県の漁師。2005年12月公開であった。このほか、山梨県警察本部が千番台リスト掲載の特定失踪者1名、1984年6月4日山梨県内より失踪、当時20歳の女性について、2004年3月に、1984年6月21日に山形県内で発見された考慮死亡人と DNA の型が一致したと発表したものの、その後情報が公開されず真偽不明のままとなっているが、特定失踪者問題調査会はこの案件については、山梨県警が公開した考慮死亡人の遺体の情報と当該特定失踪者の身体的特徴には明確な差異が多すぎること、失踪からわずか17日後に発見された遺体がすでに死老化しているなど、遺体に通常ではありえない経年変化や損壊が生じていること。平成15年に山梨県警により行われた DNA 鑑定の全般の経過に不可解な点が数多く見られることから、山梨県警の DNA 型一致の発表は誤りであると主張している。なお山梨県警自体は2017年現在も口述の警察庁による拉致の可能性を排除できない事案に関わる方々リストを通じて、新潟県警察本部との連名で当該特定失踪者の情報提供の呼びかけを継続している。警察庁が拉致の可能性を排除できない事案に関わる方々として公開。警察庁は2013年10月、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者862人のうち、都道府県警察の公式ウェブサイトに家族等の同意を得て掲載されている行方不明者361人を拉致の可能性を排除できない事案に関わる方々として一覧にまとめ、同庁ホームページに公開した。すでに警察当局が北朝鮮工作員による事件と断定した事案に関わる行方不明者である寺越昌司、寺越外尾、小積健三を除く全員が特定失踪者問題調査会のリストに掲載されていた行方不明者である。広報啓発活動等。2005年10月から拉致被害者の可能性が強い日本人向けに短波放送の潮風を放送している。また東京都と合同で都民の特定失踪者48人に関する情報募集のポスターを制作した。また書籍、口述や携帯ストラップ、サポーターグッズの販売も行っている。2012年11月8日、
日本国政府がスイスジュネーブで開催した拉致問題に関するシンポジウムに、荒木代表が救う会会長の西岡勉や拉致被害者家族、特定失踪者家族と共に参加した。以上で読み上げを終了いたします。最終更新2024年2月12日月曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。